小福亭人友は大阪市出身の落語家。本名は山沢賢治。所属事務所は吉本クリエイティブエージェンシー。情報落語協会会員。大阪府立桜塚高等学校卒業式の後、1977年4月1日に三代目、小福亭二角に入門。翌1978年、梅田花月で初舞台。 小福亭ひとしさとし、小福亭ひとしく、小極最小天章とのコントグループ、大阪パイレーツメンバー。阿波踊り、花市可憐中間管理職。彦八祭りでは、第1回から実行委員を務め、情報落語協会広報誌、んなあほなの名付け親でもある。2015年には、大阪 W 戦の立候補者の演説の司会を務め、多くの聴衆を魅了した。 2017年12月16日14時3分、脳幹出血のため死去。59歳没。所属していた情報落語協会によれば、人友について最近まで舞台に出ていたが、数日前に急に倒れられたようだとしている。また、二角一門の総領弟子である人志、ひと里さが一連の経緯を説明したところによれば、12月11日に人友自身が、 体調不良を訴えて、自ら119番をダイヤルし、病院へ搬送されるが、人友は病院へ着く前に路列が回らない状態であり、その夜に人工呼吸処置が取られた。翌日、病院側は手の施しようがないと説明、その後は意識が戻ることなく16日14時3分に息を引き取ったとのことである。その他、人志としが、 師匠の二角邸を訪問して、人友の死去を報告したところ、二角が相手氏の急死に大変なショックを受けていることも明らかにされた。ありがとうございます。